ここに来ましたね。解消しましたということで、9月29日9時54分、申し込みしづらい状況を解消しましたということで、PN は何か悪さしてるのかな？紙デバイスになるという、紙サービスになるような予感がしてます。心配な方は、まあ、専門家と一緒にやっていくのがいいだろうと思います。はい、こんにちは、ミシピーです。タイトルにもありますように、ポボ 2.0 ということで、今日は申し込んでみたいなと思います。各社ですね、SIM の月額使用料、まあ、携帯電話、データ通信の使用料が、かなりまあ、8000円、9000円とか、こう、高くなってきたということで、まあ、総務省といいますか、まあ、菅総理が、まあ、圧力をかけてですね、各社もっと安くしろということで、苦肉の策で出てきたサービスかと思ってます。まあ、実際使う側としては安くなるということでいいんですけれども、一応、まあ、オンラインのみでやるがために、まあ、安くできるということで、au であれば、このポポですし、あと、ドコモは、アハモですね。で、あと、ソフトバンクが LINE もとか、あと楽天がということで、こう、まあ、各社、その低価格をオンライン専用でサービスを開始してます。ということで、まあ、私の方はですね、ポボ 1.0 という時代から、まあ、要は初代のポボを使ってるんですけども、この9月29日からですね、このポボ 2.0 になるということでですね、まあ、今日がまさにこの申し込みの日でして、実際オンラインでやってみたいなと思ってます。で、実際契約してるスマートフォンはですね、iPhone なんですけれども、SE2 と言われるものです。で、まあ、これは、12番の世代ですね。今、出たばっかりで13ですけれども、私はま、12を使ってます。ということで、まあ、このスマートフォンのポボ 1.0 を、まあ、2に上げるということをしてみたいなと思います。でですね、そもそもポボってなんだっていうことで、iPad mini の6の画面で軽く見ていきたいと思います。まず現在ですね、このポボ 1.0 っていうのは2728円で、まあ、20ギガの範囲で使えると。で、まあ、通話は30秒22円になるんですけども、個人的に一番嬉しかったのはですね、この24時間220円税込みで使えると。220円を払えばその日、丸1日はですね、まあ一応使い放題ということで、まああまり業務用利用のものには使えないと思うんですけれども、まあ落ちても自己責任ということで、一応まあ24時間、映像を楽しむとかですね、まあいろんな風に、その au のブランドは提案してますが、今回 2.0 っていうのが何が良いのかと言いますと、ちょっとスマートフォンの画面に切り替えています。iPhone の SE2 に入ってる画面が今映し出されてるんですけれども、このポボのトッピングっていうのがあります。この左下のやつですね。これもできるんですね。iPad は便利ですね。このアイコンですね。これをクリックしてみます。で、そうしますと、まあ、9月末ですから結構今月使いまして20ギガあったんですが、もう残り 2.24 ギガということになってます。このアプリの中から直接トッピングを選べるんですけれども、操作は結構簡単で、もうこの24時間をやりますよって例えばやったら決済画面進むっていう風にしてですね、 au の簡単決済出ますね。で、あとまあ暗証番号を入れて支払うとすればですね、もうこれで一気にできてしまうということで、ですんで1日前から明日24時間使うぞっていうことというよりは、急遽こう使わないといけなくなった時でもこれは便利だなと思ってます。で、じゃあ何が特徴なんだということで、それがこのベースプランがゼロっていう、まあ、これもまた衝撃的なものが出てきたと。まあ本当土台っていうのは、なんかこう、せめて300円ぐらい払ってよっていうのがあると思うんですけども、一応ですね、月額0円で運用できると。で、ただしここは注意事項がありまして、まあここにちょっと書いてますね。
ちょっと読み上げますと、180日間、だから6ヶ月弱ですね。まあ、6ヶ月以上有料トッピングの購入がない場合、利用停止、契約解除となることがありますと。また別途所定の手数料の費用がかかる場合があります。でさらに、まあこのデータトッピングを購入しない場合、送受信最大 128kbps となりますと。要は契約してなくてもですね、通信は多少できるということで、まあ、128kbっていうのはちょっとほんと懐かしいぐらいの遅さなんですけれども、まあ、それでも通信ができるのはありがたい。しかも半年は0円で運用できてしまう可能性があるということで、ありがたい話ですね。ゼロから君のやり方でということで、まあ、あなただけの最適プランを作り上げてくださいねということですね。で、先ほど220円で使えるポボ 1.0 のデータ使い放題、24時間使い放題はですね、この 2.0 からはちょっと値上がりしてますね。330円税込みということで、まあ、5回使っても、まあ、今よりも安くなりますんで、まあ、これが一番私としては狙い目かなと思ってます。と、1ギガだと390円。ただし7日間で切れてしまいます。で、3ギガが990円。20ギガ2700円。で、60ギガになると今度90日間。まあ、3ヶ月。で、さらに150ギガ。180日間ということで半年ですね、まあ、1万3000円税込み、約1万3000円ということでですね、まあ、これは人によってやっぱ響くところが違うなと思います。スマッシュ、ダズーンっていうんですかね、まあ、それぞれ使いたければこういうものを載せていく。で、通話トッピングというのもありまして、かけ放題、1650円、5分以内であれば550円ということで、9月14日から 5G、LTE、4G ですね、両方が使えるようになっていると、まあ、とにかく基本料0円っていうのがものすごくインパクトが大きいですね。このギガ活っていうのがあってですね、ギガ活とはギガそのものを購入する体験とは違う新しいギガのチャージ活動です。これはちょっとギガカツってこうなんか新しい食べ物のような名前ですが、で企業連携をどうも増やしてるみたいですね。まあ、ナチュラルローソンとか、スキヤ、コーヒードトール、エクセルシオール、カフェ、パン屋さん、ブルックリン。あるわね、結構まあいろいろされてますが、まあいくら以上買えばギガがこれだけもらえるということで、なんかちょっとそのギガをもらいに物を買うわけじゃないんだけど、まあ買ったらもらえたっていうのは確かに嬉しいかもしれませんが、まあ、どうなんでしょうね。あ、これですね、なんかちょっと隠れてますね。ちょっとわかりませんが、まあ、こちらからやれるんであればやってみましょうか。ほぼデビューキャンペーン。データボーナスは20ギガ買えば10ギガついてくるという。で、期間は2021年の9月13日から終了日未定ということ。キャンペーン規約、消費期限がありますね。まあやっぱ1ヶ月ぐらいで消えちゃうんということで、ほぼ 2.0 の開通から14日以内にトッピングを購入いただくことっていうことがもらえる前提なんで、こんな感じですね。で押せばいいんですかね。はい、はい、エントリー完了。じゃあ実際にスマートフォンの方の画面でやってみましょうか。ここが注意事項ですね。
ポボ 1.0 は 2.0 のサービス開始と同時に新規受付終了のためお戻りいただくことができませんということで、まあ、様子見た方がいい人もいるかもしれませんね。あの新紙幣が出たからっていうんで慌てて買いに行ったらですね、古い方が価値が出たっていうケースはよくあると思います。あ、右がポボ2で検索したら出てきましたね。ポボ2アプリ入手。はい、インストールします。続ける。はい、続ける。あ、ここに出てるんですね。申し込むっていうのがありますが、さて、申し込むで次へ、あ、ここですね。 1.0 から切り替えのお客様はこちらから、はい、ということでご利用手続き来ました。私の方はポボ 1.0 からの変更になりますんで、お手続き前に確認、スマートフォンが任意に確認しているかということと、eSIM と SIM とどちらで申し込むかを確認してくださいと。まあ、当然私は eSIM なんで、SIM カードの場合は郵送にて SIM カードを受け取る。で、有効カードの実施を行う。で、差し込む。通信実施。開通。ですね。eSIM の場合は、eSIM の有効化を実施、eSIM の設定、通信利用設定、でテスト用番号、電話。あ、このテスト用の電話っていうのがあるんですね。これはちょっと知らなかったですね。111っていうのは通話料無料でテストができるよということですね。と音楽を変えつつ、事前に変更廃止等が必要なサービスがございます。詳細はこちら。確かに注文の多い料理店になってきてますね。引き継ぎますと。基本的に契約期間は引き継がないということで、新規になるということですね。で、利用料金は、あ、クレジットカードは設定は再度いるって言われてますね。改めてクレジットカード。で、対応端末が異なるっていうふうに書いてある。対応端末。対応端末は、eSIM 対応機器、まあ、iOS の13以上に対応、 iPhone の場合は SE2、 私の場合は SE2 がありました。まあ、eSIM っていうのはかなりまだまだ数が少ないですね。はい、なんか勇ましい音楽が鳴ってきました。だいたいですね、これ12時近くになるとうるさいんですよね。参りましたね。ちょっとこれは、例えばズームを開業してる人とかはなんかちょっとそういう人なのかなと勘違いされるかもしれませんね。ちょっと BGM っぽく聞こえたりしますので、ちょっとこれはなかなかきついですね。あ、やっと去ってきました。はい。で、ポボ 2.0 は家族割プラスのカウント対象外。ポボ利用料金は日割りですよということですね。まあ、ですので今日がちょうどいい月末だと。データ使えないということですね。はい、了解しました。なんせ2つの SIM を使うケースの場合、音声通話が利用できない電話回線、まあ、データだけの SIM っていうのがあるんですね。データのみの SIM っていうのがありますので、まあ、それを使った場合はですね、この緊急電話への発信ができない場合がありますということで、結構これは引き捨てならない話ですよね。で、しかもここに現在
判明している対象機種としては、出たばっかりのこの iPhone3 シリーズも出てますんで、10以外でいますね。2台持ちっていうのはありましたけど、最近は2回線持ちっていうのが、要は一つの端末でやれるんで、便利は便利ですね。はい、でようやくここ来ましたんで次へ行きます。はい、いくつか設定事項が出てきましたよ。移行時の注意事項、チムの変更が必要となります。はい、簡単決済は利用できません。家族割プラスのカウント対象外、各種サービスでの au 契約者の特典を受けられません。お支払い方法は引き継ぎできません。まあ、クレジットを再度入れてください。その他まだ詳細はこちらを確認ください。で、まあ、さっき見たやつですね。申し込むですね。はい、申し込み画面がまた別の画面になりましたよ。0から始まるオールトッピングで次へ AUID、 すでに私は入ってるんだと思いますが、入ってない場合はログインじゃないですかね。 AU のキャリアメールは使えません。クレジットカードがいるんですね。お、あー、番号を選んで eSIM だよと。 eSIM はオンラインで開通手続きが可能なため、契約をすぐにご利用いただけます。はい、行きましょう。はい、連絡先、電話番号、名義ですよね。契約者は利用者は一緒ですか。はいはい、申し込み内容の確認来ました。はい、月額0円ですよと。180日以上トッピングの購入がない場合、利用停止解除、契約解除となることがあります。まあ半年、24時間の300何十円のものを使えばいいでしょうかね。で、重要事項が来ました。以下の内容にお同意の上お申し込みください。通信識別機能に関する説明を確認し同意します。はい、これすべて開いて読めということですね。品質管理制御で、重要事項は何でしょう。ショップの方に来てもダメですよっていうことを書かれてます。はい、はい、担当者が詳しく説明してくださる話を、まあ、全部この文面でこれはちょっとやばいですね。もう本当契約書一つでも大変なのに、はい、でこれはちょっと別の画面にしましょうか。アプリをダウンロードをして、いつまでのステップ、アプリをダウンロードをして電話番号を引き継ぎます。でアプリダウンロードを切り替えボタンを押して、終了したら E メールでお送りしますということで、はい、どうでしょうか。これを選ぶと、でログイン、ログインでしょうね。はい、続ける、帰りなさい。あ、ここで6桁の何かが届くんですね。メールを着信するとこうなってしまう。さあ、果たして申し込み内容の確認で、まだ移転元への紹介中となってますね。まあちょっと時間のわからないんですけど、紙デバイスになるという、紙サービスになる
ような予感がしてます。ただまあそういうあまりにも皆さんがトッピングしなすぎたらですね、変えていくパターンはあるのかもしれませんね。はい、再びミシピーです。メールが届きました。ポポ回線に関するご案内ということで、回線切り替えに対する関するご案内。あ、ちゃんとボタンができてますね、上にね、切り替え。まあ21時以降にしちゃうと次になりますよと、人が関わることはやっぱり早めにした方がいいと思います。ということで続ける。さあ画面が有効化を受け付けました。まあ、再度 E メールに通知が届きますので完了しました。次続々と来ましたぞ。有効化シムの設定になってますね、画面が。この上部が切り替わるっていうのはありですね。はい、E シムの設定というところですね。はい、でお持ちの端末に応じた設定方法をご確認くださいと。で、はい、再起動したんですけども SIM なしのままですね。APN の設定が eSIM の場合自動でできると思ってたんですが、なんかできないですね。これかな。SIM 有効化完了してるんで、あとは eSIM の設定だけでしょ。で、あ、これで出てくるのか。これでこの端末でやってるから別の端末に置いてないとダメなんでしょうね。で、まあここに来ました。でモバイル通信プランを追加。あ、今アクティベート中になりましたね。あ、これはまあ、概論が分かってれば分かるのかもしれませんが、ちゃんとほぼなってますね。無事いけました。で、結局まあ引っかかったところはですね、この QR コード、契約管理を選んで
で、ここで、まあ、いい霜の設定っていうのをすれば、iPhone と Android でそれぞれ出ますが、まあ、QR コードですね。ここに出てくる QR コードを、まあ、何らかの形で別の端末にコピーしといてですね、それを移すか、まあ、このアドレスを直接、まあ、入力するか、コピペするかですけど、まあ、それがとにかく入れば、スマートフォンっていうのは、まあ、APN 設定っていうんですけれども、まあ、ID とパスワードとか、まあ、そういうその回線を使うためのセキュリティとか設定をクリアしないと前に進まないんですけれども、まあ、それができてなかったと いうことですね。ということで、これで主回線、無事 au ができました。ということでですね、ポボ2.0に無事上がりました。果たして何でしょう、この死亡遊戯といいますか、この階段をこう上がっていく感じがですね、まあ、簡単というか、ステップ自体は、まあ、分かってるつもりなんだけども、やっぱりそれぞれのこう、なんですかね、そのしきたりといいますか、まあ、ルール、やり方で、まあ、アプリがあって、ウェブサイトがあって、みたいなことで、まあ、いくつかこう、行き来しないといけないと。で、そこにまあ、端末ハードウェアに対してさらにまあ、設定しないといけないことがあるんで、回線業者がもう相当大変だとは思うんですが、やる側も大変だと思います。まあ、電話なんで使えないと、まあ、仕事にならない、生活にならないっていう方も多いと思いますんで、そういう心配な方は、まあ、専門家と一緒にやっていくのがいいだろうと思います。なんせ、窓口、店舗に入ったって教えてくれませんので、まあ、だから安いとも言えるんですけれども、ぜひまあ参考になれば幸いです。どうもありがとうございました。